昨日午後4時20分ごろ、千早赤坂村の路上で男性が溝にはまって出られないと通りかかった人から消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、近くに住む日浦正人さんが道路脇の側溝で倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、日浦さんの胸などには疲れたような深い傷が複数あり、通報した人に対しイノシシに襲われたなどと話していたということです。現場周辺の畑には動物の足跡が見つかっていて、警察は日浦さんがイノシシに襲われた可能性があるとみて捜査を進めています。